まあ、ご存知の方多いと思うんですけれども、これ見てる方はね、私カレンダーを毎年作ってまして、でっかいやつをで、2023年版も出します。それがこちらになります。はい、まあ、いつもはね、写真1枚で表紙なんですけど、今回リュック海空を取り混ぜるということで、入れてみました。はい、表紙はね、ちょっとね、1ページずつその時期とか状況とか裏話的なことを紹介してほしいんですけど、はいはいはい、まず表紙をお願いします。表紙は、まあ、これは三沢、これもね、ごめんなさい、これ次で撮ったんだ、次で撮った35なんですけど、まあ、ここで言うべきは、実はこの出雲なんですよ、これ。この出雲が、実は、回収前の出雲で、逆に今も貴重になってしまったので、もう多分来年以降僕が撮る写真はここに黄色いセンタートリムラインが入り、もしかしたらこの60が 35B になってるかもしれないんですけれども、ということで、まあ出雲の回収前最後の姿になるのかもしれないの表紙に入れてました。あとはまあ第2師団のね、三笘引き戦車ですね。戦車はかっこいいですよね。はい、1月 C1、の第2走行隊入間基地の C1 を空撮しました。で、実はこれただの C1、まあ、C1 って言ったら、C1 って普通の輸送機じゃんみたいな人もいるかと思うんですけども、それはある意味にわかでございます。気にしてほしいのはこの機種番号がですね、002ってなってるんですよ。これどういうことかと言いますと、これは試作2号機になります。で、今ね、C1 ってガンガンもう退役してるんですよ、引退してるんですよ。この間の入間航空祭でも、29号機が引退しました。まあ、マニアの間でお肉って言われてた飛行機なんですけども、そのお肉が引退しました。で、結局さっきって飛んでないんですよ、そんなに。それほどなんで、これよりも新しく作ったお肉の方はもう引退していましたけど、まだ2号機は飛んでるんですが、まあ、それももう、あともう1、2年の話らしいので、そういう意味でこの C1 は実はもう最後の姿になるかなというところ で、これは実際撮影したときは、入間基地を、まあ、私もこれ C1 から C1 の、後部ハッチを開けて、ハーネスで腰をつないで、撮ってる感じなんで、結構ね、大変な撮影でした。で、入間を飛び立って、大体群馬ぐらいを飛んでる感じになるんですよね。これどっちかというと、まあ、埼玉県の景色じゃないですもんね。ちょっとね、畑多いから、ね、ちょっとまあ、この時、はい、撮ったやつですね。C1 かっこいいですね、やっぱり。うん、僕好きな飛行機ですね。はい、ちょっと2月は僕の、カレンダーの中でおとなしい、今まで出してきた中でおとなしめなんですけど、まあ、いわゆる展示機、引退した追記のですね、なんて言ったっけ、道の駅じゃなくて、あそこに展示してある、はい、展示してある、ファントムなんですけど、このファントムと、まあ、追記といえば F2 なんで、でこれもいろんなアングル撮ったんですけど、まあ、最終的に選ばれたのはこの写真になってまして、はい、ファントムもう見れなくなっちゃいましたね。結構ラストファントムはいろいろ行ったもんね、監督ともね、盛り上がったね、いろんなとこももう人いっぱいで、やっぱファントム愛されてるんですね。だって、いや、ちょっと上の世代がファントム好きって分かるんですよ。それこそ僕より上の世代が、ファントムってほら、やっぱりベトナム戦争ってみんな本当の戦うファントムを見てるし、今50代60代の人って、で、だいたい映画、ハリウッド映画もなんかこう 軍隊絡むようなものって、まあ、ファントムが出てたりするし、まあ、僕がギリギリ被ってんだけど、新谷薫先生のファントムぐらいがあって、漫画の影響もあったりしたので、だからまあまあ結構年売ってる人からするとファントムはファントムはって言うんですけど、で、まあ僕もギリギリ被ってはいるんですが、そのいわゆる上の人ほど僕も正直そんなファントムに愛着ある方はそんなないんですけども、ないんだ、いや、ないって語弊があるけど、で、面白いのはさ、結局その上のその60代とかこのファントム見てきた人たちが
いやもうファントム引退したらさ、もう俺はもうやめるよと、マニア大作やめるよと、だって見てよあの F35 とかあんなのさ、もう戦闘機じゃないじゃんって言ってたのに率先してミサイル行ってるからね。本当ね、ああいう人たちはもう信じちゃいけないですよ。やっぱ結局要は飛行機が好きだってことを判明してて、いやもう俺ファントムがさっていつは飲んだら言ってたじゃん、うん、S さんとかもさ、もう俺はもう引退だよと、うん、ファントムの引退が俺の引退だよって言ったのにね、井の一番に三沢に行ってますから、そういう人が、うん、はい、大隅型2番艦、はい、まあ、これは、空撮したんですね。で、陸自の、まあ、大隅といえば、まあ、割とこれ船自体もう早いもんでだいぶ古い船になりました。大隅型はですね3隻あるんですけど、ただやっぱりね衝撃的でしたよ、あのこのフラットな甲板はですね。でこれを空撮しました、で陸自の車両が並んでる時ですね、まあ、まさに統合運用の走りをもう昔から2000年代初頭からやってた船なので、それがちょっと分かるような写真にしたかったので、こんな感じにしました。これどこで撮ったの？これ実は相模湾なんですよ。相模湾で、海事の兵、あ、海事の兵から海事の兵から撮った感じですね。大隅はできた時から僕も結構いろんなとこで乗らせてもらってて、大隅型の大隅で僕一番の思い出は、アラブ首長国連邦からクウェートまで乗ったんですよ。あのイラク派遣で、陸自の車両を持ってくっていうんで、で、クウェートまで行って、で僕その後実はイラクに入ろうと思ったんですけど、僕がクウェートに着いた時に数日後に日本人の、3人のジャーナリストが捕まっちゃったんですよ、向こうに。で、なんか、退避命令が日本政府から出て、ちょっとイラク入れなくなっちゃって、でその時まあ船乗ったんですけど、いや本当いろんなところに乗りました。もう監督とはあれだもんね、それこそ熊本地震の時にね、止めてもらったよね。熊本地震の本震を大隅で体験したんだよね。そう、あの八代港に入ってて、でちょっと取材中にそうなったんだよね。なかなかちょっと思い出深い船です。はい、4月、はい、一六式機動戦闘車なんですけど、これもねちょっと実はマニアポイントがありまして、実はねここ舞台マークが 3i になってるんですよ。これどういうことかというと、本来現状この、MCV を運用しているのは第3即応機動連隊なんですけど、その第3即応機動連隊ができる前のに第3普通科連隊の時に持ってた時の MCV の車域を取ったので、もう二度とこれは取れないみたいですね。もうこのマークは変わっちゃってるんですね。あと、はい、その準備の準って書いてあるんだよね。そう、あ、そうなんですよ。これ最速、うん、三速機準備隊なので準ってなってるんで、この写真はもう二度と取れないっていうことで、まあ、なんとか入れたかったのと、まあ、かっこよく取れたのでね、上富良野の演習場でございます、はい、これ近くないですか？近かったね。これ実際、30メートルぐらいかな、まあ、ほぼ真横で撮らせてもらいました、はい、天気良くて耳栓してました。耳栓してました。もう耳栓したら大変なもんだろうね、はいはいはい、でブルーなんですけど、まあ、ちょっと今回飛んでるブルーではなく、下をコロコロ転がってるブルーの一番機です。はい、で撮影したのは、まあ、多分皆さんご存知の入間基地のですね、いわゆる病院スポットと呼ばれる外柵のところから撮った。あそこちょっと見下ろせるような感じになってるんで、ちょっとねいい、なかなかないですよね、こういう感じで撮れるのね、うん、はい、で実はこれは、東京パラリンピックか、パラリンピックの時の、予行の離陸をする時だっけ、監督と一緒に撮ったんだよね。あ、そうです。あ、着陸か、ごめん、着いた時だ、イルマに展開してきた時の写真になってます、うん、はい、これ6月はですね、まあ、F35 はどうしても入れたかったんですけど、これが実は撮ったのは三沢ではなく、これ実は追記に展開してきた時のあそこの堤防から、堤防スポットから撮った35です、うん、はい、パイロットがちょっとポーズを撮ってるんですよね、これ、はい、それは多分撮ってるのに気づいてた、ね、もうそうでしょう、あそこいっぱいいるからね、うん、いやすごい、特に35来たこの時は堤防とかもすごい人だったんですよ。もう本当航空祭みたいになってて、うん、
や、これすごいのは、縦で撮ってるんだよね。そうなんです。だからこのカレンダー縦だからさ、もう縦で撮らなきゃいけないから大変なんですよ。だ僕も、これはイルマもそうだけど、まあ、みんな普通に撮ってるじゃないですか。僕だけですよ、縦でずっと撮ってるカレンダー縦だからさ、もう縦で撮らないといけないからさ、大変なんですよこれ、うん、でもまあまあまあ、なんか、ね、結構ね、お気に入りの一枚になりました。はい、ちょっとかっこいいですよね、この辺のメカメカしたとこがね、35って、うん、これまた、表紙続いて出雲の、での、オペレーションなんですけど、これ実は撮ったのは、この時はシンガポールを出てマラッカ海峡を抜けた直後ぐらいの時ですね、これ、はい、一回インド洋に出た時に撮った一枚ですね、うん、はい、着陸するところ発艦ですね、発艦するところ飛び立ったバーンと上がっていくところ、うん、ちなみにこれ女性です、はい、あ、そうなんだ、うん、もう出雲、まあ、ヒューガ型もそうなんですけど、出雲型も特に航空管制をやってる5分隊の人たちは、あ、航空管制じゃない、飛行艦の5分隊の人たちは結構ウェーブさんが多くて、まあほとんどそのあれじゃないの、船の出雲型にいる女性自衛官のほとんどが多分飛行関係の人みたいなところがあるよ、人数的に、うん、60K ですけど、これも気づいたらもう次の後継機が間もなく できようとしているから、やっぱ時が経つのは早いなという感じがしてます、ね、これ写真止まってますけど、実際はダウンウォッシュすごいですよね。いや、すごいですよ、ボバボバってなる中で撮ってるんですけど、はい、これは実はこれは、この海からは想像はできないんですけど、実は、アデン湾です。ソマリア沖で撮りました、一緒に行った時です。アフリカの海なんですね。アフリカの海で、海賊対処の時に、乗せてもらった時ですね。はい、結構だからちょっと見るとやっぱり船汚れてるんだよね、うん、もうサビサビでこういうとことか、やっぱり外洋出てる時の船だなっていう感じです。これがかっこいいですね、うん、これも、まあ、あえてこう後ろにしてるんですね、うん、いやだからこれも、まあ、村雨型ももうこれも早いもんでね、だってこれって村雨型ができた時って、僕も今でも覚えてるんですけど、もうみんなステルス艦って言ったんだよね、やっぱりこの時に。今思えば最上型とか見るとどこがステルスだって思うんですけど、当時はなんかやっぱ斜めにいろんなものしてて、ちょっと画期的だったんですけど、はい、クラス、はい、F15、これは千歳ですね、千歳どっちの舞台だったっけな、熊さんの方です、はい、あそこです、沿道のとこの、うん、はい、15かっこいいですね、うん、これは、撮ったのは大分県の比重大演習場なんですけど、この戦車自体は、旭川の第2師団の、隷下である第2戦車連隊の、90式戦車になります、はい、鎮西演習ですね、展開してきた時ですね、はい、よくこのなんか番号が青いやつ聞かれるんですよ、一般の人、これどういう意味ですかって言うんですけど、青は、我の部隊と、で赤は敵の部隊になってるんで、これは、まあ、いわゆる自衛隊役の自衛隊の戦車になってます、はい、90もいいですね、やっぱりかっこいいですよね、僕一回りより90の方が好きですね、うん、これはねリンパックで撮りました、ハワイ沖です、やっぱりかっこいいですよね。これもなんか今となってはあれなんですけど、当時やっぱイージス艦って日本って4隻しかなかったから、この混合型しかなかったからやっぱすごいし、デザインもなんか当時画期的だったんで、特に90年代からマニア活動してる人からすれば、もう混合型って言ったらもうなんかエース級みたいな、まあ、当時よく言われたのが松井とか巨人の、うん、あのぐらいのやつだと、4番バッターだと、よく言われてたの、そんなこと言われてた。いや、なんかそれぞれ船があったのよ、なんかイチローは何型とかさ、うん、なんかやっぱそれぞれ当時の野球選手になぞられてた時期があって、
どっちかというとこうドスンと構えて長打を打つっていうところで、うん、松井って言われてたんで、ね、その例えが もはやあれだけどね、今多分、うん、松井って誰ですかってなっちゃうかもしれないけど、うん、当時の試合はなんかそれでみんなはーってなった感じなんだよね。金剛は松井なの？そうそうそう、俺が言ったわけじゃないよ。だからそれはなんか俺に批判的に言われてる。いやいやいや、はい、次行きましょう。次は、はい、地雷原処理者です。ちょっとね、なんかうってなる感じなんですけど、昔草加園で必ず打ってたんで見たことある人多いと思うんですけど、今やもうほとんど草加園で、まあ、打ってないことないんですけども、お客さんの目の前で打たなくなっちゃったん でこれは、北大園、あの北海道にある東千歳のとか恵庭市とかにまたがってるでっかい演習場があるんですよ、北海道大演習場って。そこで打ってる第7師団の、第7、施設連隊か第7施設大隊かの持ってるやつですね。でこれからドーンと、まあ、訓練団でここに字が書いてあるんですけど、この中にいっぱいちっちゃい爆弾が入ってて、これがドーンと打って地雷原の上に落ちて誘爆するという装備になってます。はい、これさ、発射のタイミングは教えてもらえるの？これは、無線は入るんだけど、無線入ります。はい、ただ分かるっちゃ分かります。うん、はい、そうなんですね。うん、でも結構ね、あの施設化の装備の中ではかなり派手な装備なんで、うん、まあ、雪が綺麗だなっていう感じですね。はい、そして最後ボーナスとして、これがですね、実はもうちょっと見づらいんですけど6戦車なんですよ。うん、っていうのはどういうことかって言いますと、もう今、亡くなってしまった戦車部隊、そしてそこの奈良吉戦車なんですね、最後の勇姿を入れてみました、はい、でさっき話しましたけど、これ赤いプレートをつけてるので、これは敵役、自衛隊をやっつける役をやってる奈良吉戦車で、で隊員も赤いテープをヘルメットに巻いてるってことで、見る人が見ると、あ、なかなかそういう訓練やってる時なんだっていうふうに分かってもらえると思います。はい、ちょっとなかなか見る人が見たら興味深いところがいっぱいあるんですね。そうなんですよ、ただの装備品と思う中に、うん、実はその映ってる中にもそれぞれの実は細かいうんちくがあるんだよってことをちょっと知ってもらえればなと思ってます。わかりました。ぜひ、お買い求めください。通販は、まあ、Amazon とか大手でもやってますし、J ストアーズさんでも取り扱っております。うん、はい、あ、であと今年はね、卓上も出しましたので、うん、ぜひちょっとこちらもご注目いただければと思います。